なんでまあ習近平がこんな権威されてもですね、まあ、アメリカの大統領と会ったかというと、やっぱ中国経済は調子悪いんですよね。そうですよね。本当にウィークエンドどころかワールドエンドみたいな。ああ、もうワールドエンドまで。チャイナエンドみたいな。ワールドは終わらないですけどね。チャイナだけエンドみたいな、はい、オンリーチャイナエンド的な展開なんですよ。今大変ですよね。今すごく大変で、はい、やっぱりこれは習近平にかなり重しになってるみたい で、はい、で今回お土産持参で会いに行ったと。そうなんです、ね、言われてるんですが、なんでそんなお土産持ってったかといえば、チャイナ経済が調子悪いから。なるほど、うん、10月の数字もなんか良くなかったのね、はい、消費も投資もダメ、不動産ももっとダメみたいなね、はい、まあ別の動画で僕も言いましたけど、だから経済のまあね、両輪ですよね、消費と投資がダメ。そうですね。チャイナ経済まだ投資大きいんですけど、はい、その消費社会になったとか言う人いましたけど、いや消費をどんどん今スクイーズしてるわけですよ。はい、そうですね。習近平が、はい、消費なんてなくていいって多分思ってますからね。なくていいって思ってるんですか。そうそうそう、恐ろしいですね。全部我々が計画して配給するぐらいの勢いです。そうなんですか。そうだって、この間ほら八重洲イブニングラボってさ、はい、福島香織さんが言ったじゃないですか。ね、これ本当ちょっと衝撃、もうあれは濃い話で衝撃の、ね、内容だったんですけど、ちょこっとだけね、はい、教えすると、鬼の城と書いて鬼城、はい、もしくはもうなんかランウェイを、尻尾が腐ったマンションっていう意味でランウェイをっていうふうに言われてるのがあるんですけど、これどうすんだっていうことで、まあ政府が買い上げて貧しい人に分け与えますみたいなことを考えてるらしいんですけど、果たしてそれがうまくいくできるんですかね。そういう時代もあったんですよ、チャイナ。なるほど、うん、私そういう時代にチャイナに行ったことあります。そうなんですか。はい、私ね1990年とね93年の2回ねチャイナに行ったことあります。両方ともね1ヶ月ぐらい行ってたんですけど。長いですね、遊びにね。特に93年に行った時は特に長かったんですよ。その時1ヶ月ね、最初に行った時は2週間ぐらいかなだったんですけど、当時はまさにそういう感じだったの。あの、そうなんですね。そうそう、住宅みたいなそういうまあインフラは全部政府が持ってて割り当てられてる、はい、支給されるんですね。そうで支給されるんですけど、その家っていうのがだからほらいろんな経緯でさ、例えばですよ、欧米列強がね、あの疎開にしてたような場所に、はい、昔建てた家みたいあるじゃん。ありますね。昔フランス人が建てましたとかね、はい、大連なんかだと大和住宅といってですね、日本人が建てた家がある。そうなんですね。そう、あの大連は日本だったからさ、ずっとそこにまあ何十年も住んでたんで、はい、そういう家とかね、昔の三越とかの建物も残ってて、でそれもあの、まあ、中をそのまま使ってたんですよ。チャイナの百貨店なんて使ってたわけで、そんな感じで新しく作れないんですよ。なんか今あるものを分けるってなると。ああ、なるほど。そうですね。そう、あるのを使うんですね。そうで、さらに言うとその戦前の日本の貸し屋ね、はい、貸し屋っていうかまあその現地の駐在員が住むような大和住宅ってやつを、はい、まあ、戦前ですからそうです、ね、だいぶ間取り狭いんですけど、はい、それを2つに割って2家族住んでましたから、ね、そうなんですか。そうそうそう、辛いですよね。分配ってそういう感じなの。2つに割って、そう、計画経済の分配ってそんな感じで、まあ、とりあえずあるからいいでしょみたいな感じで、いやいや、ね、恐ろしくこう貧しい暮らしというか、狭いですしね。そうそう、キューバ行った人とかもほら言いますけど、はい、キューバとかもほらなんかもうビルがほら半壊してるようなところにまだ住んでたりとか。いやー、すごいですね。雨が降ってしまうんですね。そういうこと、そういうことで、普通そういうのがあったら民間需要があれば、いやこんなん壊して建て直しましょうみたいなね、はい、こういいもん作って高く売ってみたいになるんですけど、そうですね、そういうの全部ダメですから。なるほど、計画経済するのダメなんで、今あるものをね大事に使う。いやー、どんどん貧しくなってしまう。大事っていうか、さらに言うとさ、チャイナの人って俺維持費に金かけないじゃん、はい、日本のタワマン買ってさ管理料払わないってこと問題になってるでしょ。なってますね。ひどいですよね。管理費払わないんですよ基本的に。で、私もなんか知り合いいるんですけどね、チャイナの人で、はい、でやっぱ聞くとほら前にも言ったけど、築10年の新築住宅も存在する不思議な価値観なのよ。住まなかったらずっと新築なんだよ。そんなことないですよね。そうで、建て新築でも2年経つと中古ですよ。そう中古なので、維持費払うって概念もないので、だからそのもう劣化がなんか結構早いんだって、社会インフラの。そうなんですね。そうそうそう、だからそんな社会主義経済で問題解決しようとしても多分無理なんですけど、まあ、できないですよね。まあ習近平としてはいろいろ制裁食らってるのが、ね、はい、取れればチャイナ経済良くなるみたいな。ね、そんなことないですよね、うん、ほら半導体ね、キリン2000でしたっけ、なんちゃらなのすごいちっちゃいやつを自前で作ったからすごいとか言ってますけど、そんなん作っても、まあ、チャイナ経済自体が今やっぱりほら投資が全然盛り上がらない、はい、で消費もダメ、ダメね、それで不動産も全然ダメ、まあ、不動産投資がだからもうマイナス 25% ぐらい、すごいですよね。マイナス 25%。 もともとチャイナ経済の4分の1ぐらいあったのが、はい、どんどんパイが減っていくという感じなんで、はい、この減った分をだからなんか違うことやらなきゃいけないんですけど、はい、まあ、そっちにまあ全然いけてない、まあ、理由は簡単で不良債権処理がね、はい、進まないからなんですけど、できないですもんね。そうで、そういうニッチもサッチもいかない状況なんですが、はい、まあ、習近平的にはですね、まあ、また輸出が復活すれば大丈夫なんだろうみたいな、もう本当ね、そうかだからね、バブル崩壊した後の日本みたいな、はい、
あの時もいろいろ安易な解決策出たんですよ。そうなんですね。そう、本質を捉えないで、ね、でも結論はやっぱりあれは不良債権問題ね、処理するっていうことがまず一つと、はい、不良債権問題処理した後に今度は新たな不良債権問題が生じないように、はい、もう公的資金注入してね、金融緩和したんだから、はい、もうあとはもうほらね、民間でやってもらわなきゃダメなわけですよね、はい、不良債権処理、金融緩和、あと民間頑張るみたいな、こう三段ロケットなんですけど、まあ、日本もこの三段ロケット行くまで、金融緩和するまでそこから10年ぐらい。長いですね。ね、2003年不良債権処理終わったのに、金融緩和始まったのは2013年ですから。すごい長いですよね。ね、まあ本当の意味での金融緩和ね。途中でちょっとね、小泉内閣の時ね、金融緩和したんですよ。はい、で、あれであのままやってれば終わってたんですけど、まあ終わんなかったというか、途中で福井さんが裏切っちゃったんでね。なんてことがあったんで、はい、だからまあチャイナもですね、まあ、非常に今苦しいと。苦しいですよね、うん、統計とかもまあちょっとね鉛筆並みのがやってる。そうなんですよね、実際は見えないのでまた分からないですよね。だからちょっとどうなのというのはありまして、はい、うん、厳しいんじゃないかなと。心配ですね、うん、でだからこその米中首脳会談であり、だからこそのまあ何て言うんですか、お土産持参、はい、台湾は攻めませんと。それがお土産なんです。一応言ってみたみたいな感じですよ。でもまあ台湾攻めませんって言っちゃったからね、準備してたらお前攻めないんですよ、なんで準備してんだっつって一応突っ込めるんで、そうですね、そういう意味ではいいのかなとは思うんですけどね、はい、あいつらはだから日本のその基地反対運動の連中とさ、はい、こうなんていうのロジック合わせてるんで、そっちが刺激したからやってるんだって絶対言うんですよ、はい、違うでしょ、そんなおたくこんな右肩上がりの軍備増強してんじゃんみたいなところで、はい、まあ、やってますから、まあ果たしてやるのかどうかね、まあ、チャイナとしてもそのウクライナの件、イスラエルの件あってアメリカが手一杯の時にやっちまえみたいな、怖いですよ ね、 ね、そんな発想を持ってたら、そういう意見も当然あるでしょうけど、はい、でもそれでやったらアメリカ本気出すんで、はい、アメリカ本気出すとなかなか怖いですから、ね、そうですよね、クビになった国防大臣の李尚福とかは、はい、アメリカ本気になったらチャイナ勝てないってことを知ってたんで、それでなんか粛清されたんじゃないかみたいな、なるほど、本当のことを言うと粛清される、いや恐ろしいですね、都合が悪いからクビにするみたいな、都合悪いからクビにするみたいな、そんな展開なのかなと。そんなことをしてるうちはもうダメですよね。そうですね、でそんな中ですね、もう一個ネタがありまして、はい、チャイナ経済なんですけど、どうも地方都市がですね財政破綻リスクに直面していると。あらら、ついにですか。はい、一昨日の NHK の報道なんですけど、恒大や筆記円などが相次いで景気に陥り、不動産不況を押し寄せる中国と、経済成長が失速する中で、さらに中国経済の長期低迷を招きかねない大きなリスクが隠されていました。1800兆円を超える地方政府の債務ですと。それにより財政破綻リスクを抱える地方都市がいくつもあることが NHK の独自取材で見えてきたということで、これね、貴州省っていうところでね、やってて、はい、これまあ前私も碧桂園がね、貴州省でやった住宅、はい、50階建て20棟ぐらいあるやつが、9割空き家っていうね、すごいですよね。むちゃくちゃな状態なんですけど、貴州省ってもともとね、すごくこう、なんていうの、貧しいところなんですよ。あ、そうなんですね、はい、そこにそんなに作ってしまったんですか。そうそうそう、位置的に結構揶揄されているようなところなんですけど、はい、ここはですね今不良債権問題に苦しんでると、返済不可能にまで膨らんでいるという債務があるそうで、一体何が起きているのかということで、この記事も書いたんですけど、もともと貴州省は中国の中で最も貧しいとされてきた地域の一つですが、2000年以降貧困脱却を目指す中央政府の掛け声のもとで開発が進められたと。この地域のですね GDP10% を超える成長をしてたんですが、町の郊外に出てみるとですね、放置された道路や橋、建物の数々、道路ができてもあまり車が通らないため農地の代わりに使っている農家もいたと、こんな感じです。いや、道路に何かを干していますよ。唐辛子をしてます。シャドウに唐辛子を干しています。すごいですね、そんなに使わないんですね。そうで、なんでこうなってしまったかっていうのは、その背景に特殊な投資会社ということで、まあ、例の融資平台ね、これがありまして、これがまあその第三セクターみたいな感じでね、融資平台が公共事業を発注したりとかいろいろするんですけど、はい、まあ、ここにですね、まあ、投資家とかね、金融機関金入れて、はい、まあ、そのビークルですよね、そしてまあこれ回してたと。これがまあ一番多いスキームで、はい、全土にですね、なんと1万以上これがあると。そんなにあるんですか。はい、ということは1万ぐらいの都市が危ないという。まあそうです、まあ、各都市の2つあったりする可能性もある。なるほど、そうですね、そうそうそう、まあいろいろあって、まあ、これが非常にまずいと。貴州省の融資平台の中には銀行からの融資の返済が困難となり、返済を20年間繰り延べすると公表しているところも出ていると。これ全部合わせるとどうも1800兆円ぐらい、すごい額ですね、あるんじゃないかと。ただこの金額がそれぞれの地方政府にとってどれぐらいインパクトがあるのか、個別の債務が分かるデータはほとんど公表されていないということで。そうなんですか。まあこれは習近平もね、それはもうちょっと見解やめましょうと、はい、それどころじゃないんでって言ってくるのは分からないでもない、まあそんな状況ですね。なるほど。で債務比率ね、一応公表されているものでですね、ワースト10があるんですけど、天津重慶都市でいうとね、それから3位がね湖南省、これ毛沢東の出身地ですね。4位が貴州省、5位が江西省みたいな感じですね。
債務比率ワースト10と、はいはい、有名なところばかりですね。そうですね、まあ割とね。で逆にあのなんか債務比率がですね、はい、そんな悪くないところでもですね、はい、一番悪くないところが山西省なんですけど、まあ、ここでも 126% と、ということで結構やっぱり借金付けなんですよね。そうなんですね。で特に天津市がひどいと、はい、これ北京のすぐ近くでね、なんかすごい大開発やろうとしたのね。都心なんですね。はい、まあ割とね港もあったりするところなんですけど、まあ、これは結構やばいことになってると。貴州省の債務比率もこの、はい、グラフ手で表現してください。こう言っていたんですが、2021年に急にこうなりました。ドーンって感じですね。こうなりましたね。はい。理由はですね、土地収入が減少してるからと、当たり前なんですけど、はい、土地収入で回してたんで、土地の値上がり益で、まあ、維持しているシステムだったので、土地の値上がり益がもう期待できないとなれば、それはしぼみますよね。あ、そうですよね。はい。民家で上がりのこの土地バブルを前提とした仕組みなんで、まあ、それが弾けたら全部連鎖倒産みたいな感じになると。はい、恐ろしい状態ですね。ですね、今どうなるんでしょうか。どうなるんでしょうか。だから習近平も勘弁してくださいって来たのかもしれないんですけど、はい、まあそんな状況なんですよ。だから今あの習近平的にはですね、反スパイ法やったりとかね、はい、フィリピンにあんなちょっかい出したりとか、そうなんですね、尖閣にも押し寄せてきてるくせに、はい、ね、なんとかしてください、経済なんとかしてくださいって。めっちゃ虫のいいこと言ってるんですよ。いやですよね。いやいや、そちらを先にやめてくださいって。本当ですよね。本当そういう虫のいいことはやめてほしい。はい、まあだからそういう状態なんで、アメリカにもまあこうやって尻尾振ってきたし、バイデンにそんなこと言われても、習近平がムカついたから帰るとかで帰んなかったじゃん。はい。そうなんですよね。で、岸田さんとも会うわけですよね。はい、